こんにちは、粟田洋介です。うわ今個展を開催中なんですけど、その個展会場で今日は似顔絵を描かせていただきました。その似顔絵の写真を撮るっていうことはよくあるんですけど、似顔絵を描いているところの動画って撮ったことがないんですよね。出来上がった似顔絵自体も楽しいんですけど、似顔絵を描いている時っていうのもすごい楽しいので、今日はその楽しさを皆様とシェアしたいと思います。それで私は会話を楽しみながら似顔絵を描くんですけど、その会話の時に私はいつもいくつかの質問をさせていただいています。まあ会話を楽しみたいっていうこともあるんですけど、私がする質問の内容には理由があります。緊張するなちょっと今日は似顔絵を描かせていただくんで、はい、よろしくお願いします。なんか好きな色とかってありますか？好きな色はブルー系と、はい、あとグリーン系と、はい、あとは意外とマゼンダ、はい、ピンクっていう感じ、はい、この髪型が特徴的で面白いですね。はい、ファッションニュートリーになってますなんか猫ちゃん以外に好きなものってあります？ゲーム。ゲーム。ゲームよくやります。どんなゲーム？ゲーム。任天堂スイッチの、はい、スプラトゥーンっていうゲームがあるんですけど、そこはもう毎日やってます。そうですか。わからないから、どんなゲームなんですかそれは？ざっくり戦い系。あ、すごい。はい。そういうのが好きなんですね。耳がこんな大きくなっちゃった。本当だ。ゲームのなんか入れようかと思ったんだけど、はい、ちょっと難しいですね。そうですね。だから入れません。猫ちゃんばっかりですね。あと甘いもの。あ、例えば。ケーキとか。何ケーキが好きですか？モンブランとか。モンブラン。あと、いちごのショートケーキも好きです。ショートケーキ、モンブランを書いちゃおうじゃ。はい、嬉しい。栗が入ってる。はい、美味しそう。こんにゃくが。さっき私がした質問は、絵を描くために必要な内容でした。ただ絵を描くためっていうこともあるんですけど、そういうことを抜きに、そういう話って楽しいですよね。ちょっとその好きな色を塗っていきますね。はい。なんか今日はブルーなんですけど、はい、グリーンが見えますなんか。はい。はい、ピンクとか好きですか？はい。ピンク入れちゃおうかな。はい。なんか普通っぽい、なんかいつもなんかすごい変な色なんですけど、今日はなんか普通な感じ。グリーンでもこういうグリーン好きですか？なんか、はい、こういう黄色がかってるグリーンも好きだし、こういうグリーンも好きだし、ブルーがかってるグリーン、ブルーも好きです。いいですね。マゼンタ好きって言ってましたね。マゼンタ。マゼンタ。ちょっとこれから謎の音がします。なんだ、犬のうわーって、なんかお散歩してました。首輪で閉まって。いやー、声出す時ありますよね。苦しかった声。ちょうど今お散歩してました。本当にどういう意味でした？いや、見えませんでした。ちょっと男の人がリードを引っ張ってるのは見えました。どの犬かもしれない。こういう色が好きっておっしゃってましたね。はい、はいはい、そう、そういう服も本当好き。多分似合うと思うんですけどね。そうですか。なんかね、表
方が暗くなっちゃうっぽくって、髪の毛を色を明るくするとか、はい、あとなんかアクセサリーで明るくするとか、うん、あとなんか違う色を、はい、ここに中に、ね、このネックレスが猫になってる。そうなんです。かわいい。すごいおしゃれな方で今日は。髪の毛がブルーだと思うかもしれない。今髪の毛をブルーに染める方向で、はい、あ、そうなんですか。頑張ってるんです。ちょっとオレンジに1回染めてしまう。そうするとね、はい、ちょっと時間がかかるので、うん、ブルー系にするんですね。いいですね、はい、なんか紫も似合うかもしれない。髪の毛ブルーもいいかもしれないけど、はい、アッシュ系にするんですね今。はい、私もね、あのブルー系入れようと思ってて、はい、うん、まずアッシュ入れて、うん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 、オレンジ系を外しているとこなんですけど、はい、頻繁に染めないとダメみたいで、はい、なんかまたオレンジになってきちゃった。だから知ってたんです、そのこと。なるほど。まさか同じ方向に行ってるとは。ちょっとグリーンにしたいなと思ってて、はい、グリーンでもあんまりグリーングリーンじゃなくて、なんかちょっとでも気が変わるかもしれない、うん、やってるうちに。なんか秋の感じになってきましたね。はい、モンブランって秋の食べ物ですか。そうですよね。じゃあ帰ったらモンブラン食べるんですか。食べたくなっちゃいましたね。今帰って帰ろうかな。これでも色塗らないとモンブランってわかんないですね。実はこれモンブランの色って難しいですね。あ、そっか、茶色にすればいいっていうわけではないんですね。やっぱりちょっとあのクリームの色ってなってる部分が、うん、はい、なんか微妙な茶色なんですよね。これどうなってたんだ、こういうんでしたっけ、モンブランって。忘れちゃいました。はい、そんな感じです。あんまり食べないから忘れちゃいます。あまり甘いものは召し上がらないですか。甘いものは食べるんですけど、はい、モンブランも食べない。モンブラン人気ですけどね。モンブラン好きですね。素敵なネイルで。あ、ありがとうございます。出していただいていいですか。はい、ネイルこんな感じだから、ここにちょっと再現できなそうだけど赤にします。ありがとうございます。真っ赤に塗っちゃった方がいいかな。はい、うん、目も赤にしよう。わお、めちゃめちゃ素敵になってる。せっかく口紅つけてらしたんですけど、口紅はなしです。はい、なしで、はい。すごい綺麗。ここオレンジとか。もうすぐ完成ですからね。モンブラン食べないとですね。モンブランの前に昼食ですね。はい、うん、ブルーかな。ここもブルーだったんですね。はい、ちょっと今日はブルーでした。金色なんだけどピンクにしよう。はい、
そんな感じでいかがですか。ありがとうございます。嬉しい。今日は10月の13日ですね、ラッキーな日です。ありがとうございます。これで嬉しい。はい、こんな感じにできました。ありがとうございます。素敵な方でありがとうございました。ありがとうございました。似顔絵の方気に入っていただけたら嬉しいです。で、今私の個展開催中なんですが、2024年10月10日から10月20日まで鎌倉駅から5分のところにある革と手作りのお店ガッシュさん、そこの2階で開催中です。個展のタイトルはサイケデリカ秋の日の異変です。絵画の方は大小合わせて40点、そんで小さいのも入れると65点あります。まあありがたいことにちょっと減っちゃったんですが、それでもまだまだ見どころがあると思います。作品の方は2024年の新作が多いんですが、中には2010年とか11年12年の過去の作品も混ぜて展示してあります。で、キャプションにいつ書かれたものとか何で書いたとかっていうのが書いてあるんで、その辺を見比べてみていただくとまたより楽しいんじゃないかと思います。あとは T シャツとか帽子とか手書きの雑貨もたくさんあります。この動画の配信が18日の金曜日だと思うんですが、その翌日の19日、そして20日、最終日ですね、在廊してお待ちしてますので、よかったら遊びに来てください。ということで、今回は似顔絵を描いてるところを動画にしてみました。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さようなら。